詐欺森神社は、京都府京都市左京区修学院宮の脇町にある神社。御神号は、髭あた天皇。毎年5月4日5日に、霊祭、新仰祭が行われる。境内には、利休みゆき、新規のお歌日記にある霊元天皇が読まれた和歌、折り入れをみなし詐欺の森すき勝手に分けきて、今日は、ムカフカ磨きの記念碑がある。この記念碑は、文学博士。 吉沢義則が執筆記号したものである。また、須佐野おの村が読んだと言われる我が、役も立つ出雲八重垣、き妻ごみに八重垣作るその八重垣をにちなんだ八重垣と呼ばれる石があり、この石に触れ祈ると悪縁を立ち思う人との良縁が得られることはもとより、夫婦阿坊や家内安全が授かると言われている。上岸年間の間に創建されたとされる。最初は、 比叡山ザ石山明神の付近に祀られていたが、応仁の乱の陛下で理祭し、今の修学院離宮の山林中に移されたが、離宮造営のため、霊元天皇のおぼしめしにより、現在の詐欺の社に社地を、賜り、元禄二年6月5先座になり、修学院、山畑の死神社として、今日に至っている。今では、森林浴や、紅葉の名所としても知られるようになってきている。 ありがとうございます。